はい、酒館学院収集期限定講座パッケージの授業、講師の酒館です。今回紹介するのは、1995年にアトラスがバーチャルボーイ向けに発売したジャック・ブラザースのメイロデヒーフォーです。で、側面が、こんな感じかな。で、こんな感じでこう見せて、こうかな。で、裏面作りですね。なんか側面がこう、このままこう回すと逆になっちゃう、なんかちょっと不思議な作りなんですよね。で、表面から一応まあロゴがあって、ジャンとかの説明があって、で、キャラクターが真ん中、キャラクターがちょっと飛んでる感じなんですよね。で、まあジャック3兄弟プラス妖精が何匹かいる。で、迷路がちょっと高低差があって、なんか橋みたいになってるんですけども、これがまあ迷路だし立体だよっていうのを表現していますね。で、あとパスワードコンティニュー方式、アクションゲーム一人用ってことで、パスワードコンティニュー方式っていうのはもうなんか時代的にはもうセーブが当たり前になってるような気もするんですけどね。で、裏面で、まあ、ここにジャック3兄弟が並んでるんですけど、個人的にはね、メガテンは遊んでんだけど、ジャック・フロスト以外のイメージがあんまないんですよね。皆さんはどんな感じなんでしょう。で、あとキャッチが、それはハロウィンの帰り道、秘密の迷路を突っ走れ、可愛いけど強い妖精ジャック兄弟のトップビュー型アクションゲームの登場だってことで、まあ、まあ、そのままですね。まあ、突然入っちゃったような迷路をクリアしていくアクションゲームなんでしょうね。で、画面写真が2個あって、で、その下の説明を読むとですね、高い層構造で表現される立体感あふれるダンジョン、層フロアは60、まあ60あるじゃん、基本なんですかね、ダンジョンゲーム。キャラ、かっこ敵味方ともにを頭、胴、足に分けての立体表現に成功。タイム制限制だからハラハラドキドキ、パズル的要素を取り入れ、ゲームを一層盛り上げます。ということで、まあ、順当なゲームの説明がされてますよね。でね、ずっとこれタイトル気になってたんだけど、このジャック・ブラザースの迷路でヒーフォーの、このヒーフォーって何なんでしょうね。彼らの叫び声なんだろうけど、なんか僕の中でこれ迷路で秘宝なのかなってちょっとずっと悩んでるんですけども、実際のところどうなんでしょうか。誰か調べてください。以上、酒館でした。